足元には宝物がいっぱい。こんにちは、いわき人町百景の鈴木です。皆様チャンネル登録と高評価お願いいたします。今日はですね、イラストの紹介ではなくてお礼の、動画になっております。一回画面を共有させてください。はい、うちのチャンネルのこの1ヶ月28日間でありがとうございます。1000回を超えました。ありがとうございました。それとですね、チャンネル登録者も17人増えて41人となってます。ありがとうございます。ということです。ですね、このいわき人町百景のですね、紹介がこの1月6日からということなので、徐々に、ちょっとずつ増えていっております。本当に皆様のおかげでございます。ちなみにですね、結構長いんですよね、やったこと自身は。2012年3月から始めてるんですけれども、まあ、どんな番組だったかっていうと、これも最近のあれですね、人町百景の話であったり散歩したりっていうことをこの1ヶ月近くやってます。あと会社の紹介だったり、ここら辺ですかね。ドローンで結構再生回数が増えて、あとはその社内の風景とか商品のお知らせとか、一時はこう朝礼なんかの説明なんかもしてましたね。はい、ということでですね、一回戻って、そう、この1ヶ月間ですね、アップしたのがお散歩17本、人町百景が17本、あと予告っていうのは1本ありますね。ダッシュボード、はい。で、そのお散歩なんですけど、そもそもそのこれがすごいんです。116回もありまして、71回、あと一番最初のやつが44回、42回というふうになってます。で、もともとこう散歩じゃないや、この動画またやり始めたきっかけっていうのは、そのいわき人町百景をみんなに知ってもらって、もっとイラストを応援し、みんなに応援してもらいながらイラストを増やしたいなって思ってたり、あとは浜通り人町百景っていうことの企画を今進めてるんですけども、まあ、そこのいいところとか、浜通りですね、いわき市だけではないその他の10市町村浜通りのそこのイラストを作っていきたいなという思いで始めております。でですね、この散歩動画を始めたところっていうのは、いわき人町百景のイラストを紹介するのに、まあ、最初の頃はそのネットでいろいろ調べたりしてやってたんですけれども、やっぱりちょっとコンテンツとしてどうなのかなっていうことで、実際に足を運んで動画を撮影して、それを活用して百景の動画にしたいというふうに思ってましたら、逆にこっちの方が再生数伸びてます。ありがとうございます。はい、ということでですね、このイラストにまつわる思い出はこんなイラストを作ってほしいなどコメント欄にお願いします。またですね、アナリティクスですね、の方、ここをきちんと方が見た方がいいよとかのアドバイスありましたら、ください。はい、ということで今日もありがとうございました。失礼いたします。バイバイ。